久保さん木村家の木村家僕は見たことないですね昨日さんあの昨日昨日か昨日僕あの闇金ドックスをまた1話から見てて <laughs> 闇金ドックス <laughs> 闇金ドックス見てましたねちょっとハマっちゃって3話ぐらい一気に見ちゃいましたね3話だから3時間3時間ぐらい見ちゃって 寝ないとと思って、久しぶりに何か、あのー、夜更かししましたね。<laughs> ダメっすね。<laughs> 久しぶりに夜更かししました。寝た、寝たのがなんか、寝たの4時ぐらいになっちゃいましたね。やべえっつって。もう朝になるから寝ないと思って。なんか、一回ハマっちゃうと僕、全部見ちゃうんですよね。なんか ま、吉谷家の、吉谷家にしましょうか、じゃあ。吉谷家はね、まあ、僕はね、言われたのが、あの、うちの母ちゃんに言われたのが、人は人、うはちっていうのはね、すげえ。まあ、これ言われた過程あるかもわかんないですけど、なんか,ちょかい、あの、これ、か、買ってみたいなね、欲しいものがあって、なんか、親に言った時に、人は人、うはちっていうのをすげえ言われて。まあ、今、この人は人、うはちっていうのを、 捉え方がね結構いろんな捉え方ができるようになったなと思うんですよ。一つ目の捉え方は人は人、うちはうち。要は他人は他人、自分は自分。要は自分の人生を歩むみたいな捉え方ですね。うん。あのー、だ昔はそのなんだあのー、捉え方としてはまあお金がないから買えないけど 変えないのはうちはうち、人は人だからしょうがないよねみたいな感じだったような気がするんですけど今はなんか自分の人生をこう生きる自分は自分っていう生き方っていう捉え方ですねとか逆説を言うならば逆の捉え方を言うならば他人が持ってるものも他人が持っているものを自分も変えないっていうのは寂しいよねだから頑張るっていう捉え方だったりとか 人は人、うちはうち。でも人が持っているもの、自分変えないっていうのは寂しいよねと。だ人が持ってるものは俺のものみたいな。<laughs> 人が持っているものは当たり前に変えた買い、変えたいっていう。だから変えるように頑張るとかね。うん。やっぱ人間ってやっぱ比較するんですよね。まあ、あのー、完全に比較しないっていうのはないと思うんですよ。例えば、 このイヤホンを買うにしても、イヤホンっていっぱいあるし、じゃあ何を買おうかなって比較するだろうし、まあ、スマホもね、iPhone なのか、Android なのかとか、パソコンも Windows なのか、Mac なのかとか、なんかね、あのー、車もいっぱい、軽自動車なのか、ワゴン車なのか、スポーツカーなのかとかね、いろいろあるから比較しちゃいますよね。だから比較したときに、 うん、欲しいなと思ったものが買えないっていうのはちょっと寂しいよねと。だあなんか与沢さんがフェラーリも買えないどのこうのフェラーリも買えない人生ってどうなのみたいなな,なんかそんなこと昔言ってたような気がするんですけどまあ、確かになっていうですね確かになっていう部分もあるんだけどもじゃあフェラーリが本当に欲しいのか欲しくないのかっていうところでもあるしうん フェラーリが本当に心から欲しくて手に入らないんだったら、それは、あの、あれだと思うんですけど、うーん、他人と比較して、本当に自分が欲しいのか欲しくないのか。うん、だ最近ね、あのあ、のパナソニックでまた一眼レフが出たんですよ、新商品だ2月22日に発表した GH、あの、H?GH6 だったかななんかその、あの、GH、 5だったかし、5の、5が出て5年後にようやく新、新モデルみたいな、出たんですよ。で、それずっと結構、それもずっと見てて、ああ、いいなーとかね。ずっと見てたんですよ。ああ、いいなーみたいな。でも待てよ、これいるかなっていうね。いいなと思いながら本当にいるかなっていう。うん。なんか、それすげえ考えてて、結論はいらないんにか、あの、 いいらなんったんですよで欲しいと思った理由があの今持ってる僕一眼レフって30分で切れるんですよでその GH6 かな ?GH6 でいいのかな ?GH6 だったかな多分 GH6、うん、パナソニックの、G、ルミックスの GH6 ですね、うん でその GH6 はもう動画に特化している一,あ一眼なんですよ。でも何時間でもあの発熱の性能も冷やす性能もあるのでもう何時間でも撮れるみたいな。で、動画寄りなんですよ。で、価格もそのフ,ルフ,ルフルサイズじゃないんで、まあ、価格もそんなにクソ高くはないというか、フルサイズだと40万とかするんだけども、これは26万とかですかね、ボディが、うん。で、レンズもいっぱいあると。 でもこれいるかなっていうね。いるのかなみたいなね。いろいろ考えて。うん。うん。だ人が持っているもの、他が持っているものを変える状況にあったとしても、また考えるみたいなね。自分に必要なのか、不要なのか、本当に欲しいのか、どうなのかっていうのをすげえ考えるようになりましたね。なんか、いろんなことに対して。うーん。 昔はなんか言われるがままでしたけど、なんかそこに疑問を持つ。いろんな物事に疑問を持つっていう。変えるけども、果たして本当にいるのか。欲しいけど果たして必要なのかとかね。なんか、すべてに疑問を持って、What's みたいな感じで考えるようになったって感じですかね。うーん だこれがやっぱビジネス勉強して僕は良かったなと思うことですね。だからお金に対しても考えるわけですよ。お金って必要なのかな不要なのかなじゃああったら何に使うのかな何にしようかなとかすごく考えるようになりましたね。うん。だから考える深さが広まったっていう感じですかね。昔は何だろうな。ね、言われるがままで。うん。 まあそれはそうですねガキの頃なんか、そんなね、お金の勉強もしないし、そのね、稼ぐっていうところもあんまあれあれですからね。ただ、悔しかったからミニ四駆パクりましたけどね。ミニ四駆パクった。ミニ四駆パクって、ほあの記憶にまだ残ってますけど、ミニ四駆パクって,バレて、ばれて、母ちゃんと一緒に土下座して謝、土井ドイ土井くんですよ。土井君の家にね、謝りに行ってね。 もう30年前、何十年前、30年前ぐらいの話ですよね。いまだに鮮明に記憶にありえますね。あの、土下座した山に、どうくんちに。そう。やっぱ悔しかったですよね。なんか、友達がおもちゃが新しいミニ四駆変えて、自分ち変えないんで。そう。うん。 まあ,でも、ね、あれですね、あのこの前、その、親父の車検して、で、まあ、うちの母ちゃんをね、僕の BM の,その Z に乗せて、ね、あのちょっとドライブしたんですよ。で、その時になんか親父がね、ぼーっと眺めてましたね、息子をなんかオープンカー。オープンカーに乗ってる息子と母ちゃん、助手席みたいな、眺めてましたね。 うん、何があるか,分かってて <laughs> うん。し、う、て、んまあ、結論ね勉強した方がいいと思いますいろいろと <laughs> いろいろと考えた方がいいと思いますね 氷山の,の,の一角しかやっぱみんな見てない部分あるんで深掘りしていくっていうそこに疑いを持っていくっていう僕のコンサル生で1億稼いだ子がいるんですけどその後も言ってたんですけど疑えっていうね <laughs> 疑,う疑うことから始まるみたいなね結構ちょっといい,いい言葉だなと思ったんですけど、うん、疑いっていうね、まあ、いろんなものを疑ってみるっていう。 なぜなんだろうとか、本当にそうなのかなとか、自分の、だから、自分の考えにすら疑う、この考えでいいのかなとかね。うん、だから、信念とかもありますけど、その信念す、自分の信念すら疑う、俺は、このし、これでいいのかなとかね。<laughs> だかそれをやると何がいいかっていうと、変化できるんですよ。 うん、常に考えて常に深掘りしていくと広くこうやっていくと何だろうな変化できますうんやっぱ一番大事なことって多分ね僕変化だと思うんですよね変化できるかできないかっていうなぜ変化が一番大事かっていうとそれは歴史上の,その生物の,その進化の過程もそうですけども、うんね、時代にその例えばコロナが出てね そのコロナに対応できない変化できなかったらきついだろうしだからそのよ世の中って変わっていくわけじゃないですかあの通貨も変わるしねうん通貨も多分まあ、電子マネーがねまあ結構もう普及してきましたし日本でまあ日本は遅れてましたけどでそれに対応していかないといけないし今クレジットカード持ってませんっつったらアマゾンで買うのも結構めんどくさいだろうし、うん やっぱ変化していくっていうのが大事なんじゃないですかねはい、いってらっしゃい